サブチャンネルです。サブチャンネルです、はい、ということで今ボトム4がいるんですよ。俺と、はい、ショボスケ、はい、であとカメラマンにヤン、キリアンと、はい、あとグッチおーすがいますね、はい、この4人で、まあ、いつも通りボードゲームで遊んでたんですけど、はいはいはい、俺思ったわけなんですよ。まあ俺がこの中で一番先輩じゃないですか。でもってなんかジャニーズとか芸人さんって、うん、なんか先輩が後輩になんかブランドの服とかをプレゼントするみたいな。あそれエピソードトークとかで芸能人さんが確かにあの人にこの服もらってとかあるじゃないですか、はいはいうん、そういやお前らが家に来てくれてるのに俺服とかあげたことないの普通もらわんの俺んちにやるないことないよね、まあ、めちゃくちゃいい服をもう今からもう皆さんにちょっと俺も断捨離があるんで、はいはいはい、ちょっと整理したいなと思ったんであ、うん、げようかなって思ってくれるの。いやマジでマジで何でもあげる。えマジでくれるの。マジで何でもあげる。じゃあまず、はいはいはい、1枚目何これあれじゃん、チームシャツじゃん。チームシャツすごい。これ責任取りっぴりだ。これは誰がもらう。まあ3人の中で誰かがもらえばいいかな。ちょっと欲しいかも。あ、ほんと欲しくない、置いといて。黄色だしな。なんだこのしわくちゃはいはいはい。あ、これもうほら、結構いいやつ。これはあの、ユニクロで買ったあのスパイファミリーのコラボ。はいはいはい。ああいいね。これ普通に行きやすそう。未来見る犬だね。そう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 、うん、未来の犬。まあとりあえずじゃあ、うん、もらう人は。えこれ。あ全席にトリッピーとか。え俺も全席にトリッピー。あオッケー。あじゃあ、まあ、じゃあギャンイメージから切る。確かにね。これ動画で来ますわ。じゃあなんだこれ。じゃあこれ今何が行われてるの。じゃあこれは。まだ俺ついてない。一応本当に欲しいならあげる。どうするか。ちゃんと来てくれる。えでもブランドものですもんね。ブランドもの一応ユニクロ。えでもちゃんとロゴ付きだし。スパイファミリー超欲しいよな。欲しい欲しいよな。欲しいもらいます。あとすごいあげるあげる。やったーもらいました。肩押してたなすごい。なんかグッチの服とかないんすか。グッチだし。あるか。まあグッチブランド品のね。あんまブランドとかをねやっぱ持ってないから。これはどう。これあのこれ幼少期の。幼少期の俺と、あとね、俺ね、こういうさ、トレーナー系とかもうあんまり着る機会なくなったから。これ前着てたぞ。前着てたぞ。もう、いいか。やっぱ着てた服をあげるっていうのが、確か確かやっぱ大事だからさ。これ、意思を継ぐみたいなね。いや、まあ、2枚食べる。こっちかな。あ、こっち。あ、オッケーオッケー。じゃあこれグッチ。でもさ、これ結構ね、俺オーバーサイズだから、結構誰でも着れるから、これとかこれもいいよね、なかなかね。一応これもいる。じゃあそれ。オッケーオッケーオッケー。おめでとう。いいな。いやでもこれね、いいじゃん。じゃあ俺ね、普通にこれサイズちっちゃいかも俺。あ、いやいや、そんな気にしなくていいよ。オーバーサイズだからね。そう、結構、あ、でっかめ、これとかでっかめ。グッチこれはピカチュウ。じゃあいいね、ピカチュウね、シワシワだけど。じゃあ、これもでもちゃんとブランドもの。本当だ、ブランドものだっけ。本当だ、ユニクロ。全部シワクチャじゃん。保存状態どうなってんの。あとこれ。あ、かわいい。威嚇でした。かわいい。これ何ブランド。これ何、アライグマ。これアライグマ、威嚇、あ、そうだ、アライグマかな。うん。そうだね、これ多分これは本当に自分で買ったやつだから。可愛い。これ可愛い、欲しい。あ、じゃあこれレッサーパンダ好きだもんね。確かにレッサーパンダだね。じゃあこれやんで。これ好き。黄色。どんどん黄色の服が増えてくる。これは本当にない。いや本当にあげ、えただもうシンプルにこの服をあげよう。あげくれんの。えだってだから言ってるじゃん。あのエピソードトークとかでさ、これトリピさんにもらった大切な服なんですよ。俺もだってこれ言えるもんな。ほらこんなにもらったあれめっちゃ嬉しいもん。大切にしてくれるんだったら俺だってこういう服ね。やっぱいい服だったからあげたい。捨てるよりはね全然そう、ね、捨てるよりは全然いいから、ね、じゃあこれはじゃあグッチ。あーおめでとう。いいなー。ありがとう。あコナックとかあるわ。おいいじゃん、もうポケモンの服どんどんグッチにね。これねコナックとかグッチどう。えコナックめっちゃいいよ。おしゃれでもあるすごい。めちゃくちゃおしゃれ。まあね、すごいいいと思う。やっぱ俺の服あれだ、なんかポケモン系が多いね。ポケモン多いね。ポケモン系しかないかも。ウーじゃん。ウー、これとかちゃんと畳んであるのいいね。あ、これ綺麗だ、結構。めっちゃ分かってない。これあんまり着てないからかもしれない。これはちょっと今まで欲しい。一番綺麗かもしれない。普通にめっちゃ欲しい。これこれ、じゃあジャンケン、これじゃんグッチーと、グッチも欲しい。グッチ欲しい、欲しい。じゃあジャンケンする。じゃあ最初はグー、ジャンケンホイ。あー残念。グッチーか。グッチもらいすぎだろお前。お前ちょっと欲張りじゃない。いやいやいや、もうエピソードトークしようよ。あーそうだね、これほらあとこんなんとか。欲しい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 。これ欲しい、ほんとにほんとに欲しいな。じゃあこれでもちょっと、まあまあじゃあ、ちょっとあげるよ。ちっちゃい、ちっちゃい。いやまあ、でもまあ一応ね、頑張ってきたらね。頑張ってきたらいけるね。あ、これとかもめっちゃ良さそうだけど。公式じゃない。これ LL とか公式だ。じゃ欲しい。これはいいよ。欲しい欲しい欲しい。じゃあ、あげる。あとこれも。欲しい欲しい。
当に良くね。欲しい、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 欲しい。あ、じゃあ、あげる、あげる、あげる。じゃんけん、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 ほい、あいこそ。あー、やった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 。場所取るんだけど、こういう T シャツじゃない、本当にちゃんとしたブランドみたいな。ウィンドブレーカーみたいな。そうそうそう、あの運動とか、あのカッパ的に感じで、あの雨よけとかもできるんだよ。え、いいやつそう。いや、いいね。結構良くない？うん。これいる？いや、うん、まあ良さそうだね。ほら、なんなんこれ。あ、めっちゃいいよ。欲しい。いいね。すごいこれ結構。え、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃめちゃいい。クリスマスこれ着て街に繰り出してる。そう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 。全然これ、うん、これグッチ好きそう。グッチやん。うん。え、なんか困ったらとりあえずグッチグッチ、うん、どうぞどうぞ、いや、あげるあげる、じゃあ、これ、ね、もらいな、これ、いいなぁ、すみません、ありがとうございます。でも最後これダンディ坂野だろ、これもどれかな、最後一応これとかもやっぱ誰かに、あの、なんかこれからなんかやっぱ外出る仕事だからさ、うん、人目につくことも大事かなと。そうだね、うん、これはなんかなんかのイベントで来たんだけど、一応でもこれ3万ぐらいする。ちゃんと一回フリピ来たことあるんだ、これも。あ、これあれ、へ、だからこれも欲しい人、うん、まあでも人前に出るっていうなら俺は一番人前に出ない。いや、でもさ、やっぱ顔から下とかでさ、うん、なんか企画、うん、動画の企画とかで服が初めて出る時のグッチの服の第一印象って大事だったらしいすんだよね。いや、インパクトがね、うん、これ、うん、まあ、うん、僕はいらないけど、まあ、でも実際私服でとかでも着てもいいと思うし、うん、なんかグッチとかが一番いいんじゃない。いや、もう俺も全然欲しいんだけど。じゃあじゃんけんする。じゃあ欲しい人、欲しい人、挙手制でじゃんけん、欲しい人手挙げよう。はい、せーの、欲しい人。もう一回いくよ。あ、ちょっとタイミング、タイミング、タイミング、タイミング分かる。じゃあ欲しい人、これ手ここに出そうか。あ、オッケーオッケー、せーの、欲しい人、せーの。あれ、ちょっとタイミングがずれた。タイミング分からん、タイミング、タイミングむずい。これ、多分3万円もするから、欲しくても言いづらいのもあるから。そうそうそう、じゃあ遠慮しなくていいよ。もう全員でもうじゃんけんして。あ、そうだね、全員でじゃんけん、勝った人、みんな欲しいもんな。そうだね、そうだね、みんな欲しいと思うから、じゃあじゃんけんしようか。はい、じゃんけん3人で。はい、いくよ。グッ、じゃんけん、ほい。あいこでしょ、あいこでしょ。あー、残念。あ、残念、ギャン、残念。そう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 、よしよしよし。最初はグー、じゃんけんほい。あいこでしょ、あいこでしょ。しゃーじゃない、悔しい。じゃあこれは、チャンスケね。はい、ということで、ありがとうございます。今回は、まあ後輩にね、服をたくさんあげようっていう、本当にただのサブちゃんだったんですけど、まあまあまあ、一応動画回してるけど、これあげるあげないとか関係なしに大切にしてくれたら嬉しいです。そうです、大切にプレゼントするんで、させていただきます。ありがとうございます。ありがとう。はい、お疲れ様です。もらうの？もらおうかな。あ、本当？もらってくれるの？マジで嬉しい。本当に？捨てない？いや、これ動画できますから。あ、動画できる？うん。じゃあこれだけ。あ、何何？これは？あ、これだけもらう？いや、これはどうしようかな。じゃあ本音もらう？うん。あれ？はい、ということで、今言ったグッチ本当にもらうって、うん、言ったね今、うん、先輩実況者がなんかいろんな服をあげるって言って、なんかネタティーとかたくさん渡しても、うん、グッチは何枚受け取るのか。ちゃんと受け取った。1、はい、2、うん、3、うん、4、5、うん、6、はい、7着。検証結果、グッチさんは7着の。正直いらんやろ。いるいるいる。本当にいらんの。いや、ダメだ。いや、いいけど、いいけど、あの、全部差し入れてもらったやつだから、あげづらいんだよ。ダメだ。あ、なんか。